はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと僕の状況について軽く話したいと思いますね。で、いきなりなんですけど、ちょっと中国にいられなくなるかもしれないって話です。何の話かっていうと、中国って今ビザが絶対必要なんです。で、まあ、コロナ前は良かったんですけど、今って旅行のビザとかも出なくて、で、学生ビザでもあんまり来れないんですよ。普通に滞在するのは仕事のビザが必要なんですけど、これがね、なかなか取るの大変なんですよ。で、僕もともとずっと仕事こっちでしたんですけど、まあちょっとね、YouTube やりたいとかいろんな理由があって、辞めたんですね。で、その時に学生ビザに切り替えて、しばらく学生やってたんですけど、その学生もちょっと卒業して、で、またちょっとね、知り合いの会社に仕事のビザもらおうかなと思ってるんですけど、ちょっと問題が発生して、こっちってなんか書類が超めんどくさいんですよね。なんかすげえめんどくさくて。で、なんかいろんな書類が絶対必要なんですけど、なんか日本じゃなきゃ取れない書類とか結構あって、で、なんか、有名なの、海外で転職するときって、もう日本の警察の無犯罪証明書っていうのは絶対必要なんですよね。こっちだと、大使館に言えば発行できるんですけど、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。2ヶ月とか3ヶ月とか。で、日本にいたら結構早く着くんですけど、2週間ぐらい。今って日本に帰ったらこっちに戻ってこれないんで、超大変なんですよね。で、まあ今の状況って、学生ビザも終わって、短期のビザをちょっと一時的に発行してもらってる状態ですね。滞留ビザみたいな感じなんですけど、でもそれも永遠にできないって中国の、担当者から言われちゃって、まあ、考えたら当たり前なんですけど、ただ僕の場合ってそのビザの書類を待つっていう理由があるんで、どうしても2、3ヶ月必要なんですよね。で、まあちょっとね、2、3ヶ月かかるようなそういう書類見たのがあれ、証明できるものがあればいいって言われたんで、大使館に問い合わせたんですけど、ちょっと大使館の人にいろいろ聞いても全く前例がないって言われて、ちょっと跳ねられて、全然話聞いてくれなくて。で、まあ普通に今のコロナ禍でこっちで転職したら絶対必要なんで、まあ、普通に当たり前の話してるんですけど、なんかね、あんまりそういう当局と交渉した人があんまいないのか、そういう人はまあ来たことないんで、ちょっとダメですってね、全然相手してくれなくて、ちょっとね、お役所仕事で冷たいなって感じでしたね。制度がね、コロナ前の状況から全く変わってないんですよ。だけど、現状日本と、まあ、移動できないんで、僕の言ってることって完全に合理的なことで、これからね、どんどんね、そういう人が増えてくるっていうのは間違いないんですけど、いくらね、ちゃんと説明しても、そもそも全然聞いてくれなかったっていうの、対応の悪さが結構気になりましたね。まあちょっとこれはもう全然頼れないんで、自分の力で本当に交渉していくしかないと思いました。しょうがないんで、ちょっとね、あと3日でビザ切れるんですけど、その前にね、中国の当局に行って、ちょっと延長を頑張って交渉するしかないっていう状況ですね。で、もしダメだったら日本に帰らざるを得ないんで、でまあそうなった場合あれですね、クレイジーチャイナじゃなくなったらクレイジージャパンになっちゃうんで、ちょっとね、チャンネル存続のね、危機がちょっと訪れてる状況ですね。って感じで、個人的にはあと2日かな、明後日にちょっと交渉に行くんで、それ次第でちょっとこのチャンネルの方向性が大きく変わってしまうんでっていう状況報告ですね。まあ、なんとかね、もう少しね、中国のね、面白いところとかいっぱい撮って、現地からのリアルな情報を発信したいんで、もう少し長くやりたいんで、なんとか頑張るしかないんですけど、とりあえず明後日ちょっと当局の方にちょっとお願いして、ビザを取ってもらえるように頑張ろうと思います。はい、ありがとうございました。